サバンディラが深夜に送るロック伝承のための音楽番組ロックンロールレディオクラブ、放課後裏番でございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今月、1月か、うん、1月はですね、もう1月2日はもうハッピーニューイヤーということで、うん、もう放送はされております、はい。その後だね、うん、1月の9日が、うん、服部慎ルーツミュージック、ね、なんか知らない一面を見れてよかったという、まあ、きっとこの番組で、まあ、二度とかからないだろうというアーティスト目白押しでございます。確かなことはないけど、そんなことはない。そう、そして、1月16日は坂巻進む。おれー、まあ、これはもう当たり前だよね。まあ、当たり前かかりそうだ、うん、かかりそうだね。かかります、うん、まあ、すごい重複してるというかね、俺とね、うん、坂巻さんは一緒に育ったみたいなところがある、うん、同じ孤児院でなタイガーマスク、はい、まあ、この辺はもうあのアップされてるとされてますね、ウェブの方でアップされてますけども、うん、そのランキングというか、うん、ロックを聴く参考にしてください。そうだね、うん、いいね、そういうのね、うん、はい。それで1月の23日が、ゲストです、外丸健二、外丸健二&スパイキーポップ。おこれ OK って言ってた、うん、やるって言ってた。いや、言いましたよ言いましたから入れてます。1月17日のニゴイチの、うちのイベントの時に、出てもらいますんで、その時にちょっと話をしようかと思っております、うんうん、楽しみだね。楽しみだね、これもね、はい。で、1月の30日、うん、また俺の番が回ってきました。配信渡辺配信ルーツミュージックの今度は洋楽編ということで、うん、またあのマニアックなところかかりますんで、うん、一つよろしく。前回邦楽編だったんで、そうですね、洋楽編っていうのをやろうと思ってます。誕生日前夜祭だったでしょ。前夜祭だね、誕生日前夜祭、うん、っていうかもう12過ぎてるからなってるというね、うん、はい。この放送は、スマイル FM というので毎週木曜日の24時30分から放送です、うん、はい。サイマル放送、うん、なのでスマートフォンとかパソコンででも、世界中どこでも聞けるという聞けるね、うん、ぜひ聞いてみてください。はい、じゃあ今週も皆さん聞いてくださいね。はい、じゃあバイバイ。